皆さんこんにちは、 JAF モータースポーツニュースダイジェストです。今回も私ピエール北川がナビゲートさせていただきます。さあ、いよいよですね、全日本選手権も終盤戦を迎えています。まさにですね、今選手権クライマックスを迎えている、各クラス、そして各大会で様々なですねカテゴリーでチャンピオンが、まあ、どんどんとですね確定をしている、そんな状況になってきているわけなんですけれども、さあ、いよいよですね、その今シーズンの全日本選手権、その中でもですね、私今回は福井県にありますオートパーク今城というところにやってきまして、全日本ダートトライル選手権の第9戦今城大会のですね現場で私今収録をしているんです。まあ、今このですね全日本ダートトライル選手権、このタイトル争いもいよいよですね終盤に入ってきまして、残り2戦まさにこの現場でその熱き戦いがですね行われているわけなんですね。今回は私がそれをですね目で見て、そして肌で感じて、それをリアルに皆さんにですね言葉でお伝えできればな、とリポートできればなと思っておりますので、どうぞ楽しみにご覧ください。まあ、この今シーズンのですね全日本ダートトライアル選手権なんですけれども、史上まれに見る激戦となっている今シーズンの全日本ダートトライアル、特に D クラス、最上級のですね D クラスにおいて、まあ、今回はオートパーク今城で王者獲得を目指してね大一番が展開をされています。7連覇を目指しまして、第5戦からニューマシンの BRZ を投入してきました、まあ、絶対王者と私も言わせていただいています、まあ、そんなですね八田川俊幸選手、まあ、このニューマシンを投入してきた八田川選手がですね、まあ、毎戦ウィナーが入れ替わるような混戦ではあるんですけれども、確実にですね表彰台をキープする安定した走りを見せてくれています。そのシリーズでリードをしてきました八田川選手に対しまして、前線サーキットパーク桐谷内で2勝目を挙げまして、そして今回もですね非常に楽しみな走り、特に地元になりますからポイント差を詰めてきている住山雄也選手、そしてここで負ければですね後がない宮入智秀選手ということで、シリーズを争う3人が、まあ、権利を残している3人が争う、そんな大一番をですね今回一戦しっかりと追っていきたいと思います。さあ、ということで今回は全日本ダートトライアル選手権の第9戦、さあ果たして D クラスの戦いはこの後どうなっていくのか、特集です。ご覧ください。ダートトライアルは未舗装路で最速タイムを競うタイムトライアル競技、走行は90秒から120秒程度のトライをたった2本のみ。しかしその2本の走行に選手たちは人生をかけている。全10戦で争われる全日本ダートトライアル選手権の第9戦は福井県のオートパーク今城で行われた。シリーズチャンピオンをかけた戦いも終盤戦、混戦が続いた最高峰 D クラスもチャンピオン候補が3人に絞られた。八田川俊幸、通算15回の全日本チャンピオン獲得、6年連続 D クラスチャンピオンを獲得と絶対王者の異名を持つ生粋の全日本ダートトライアラー。今年はマシンを新調して四輪駆動ターボの BRZ を投入。1本目2本目決めちゃいたいならどっち？じゃあ両方ですね。両方とも1番。はい、はい、正直1本目よりも2本目の方がちょっとタイムは厳しいんじゃないかという声もあるんですが、はい、そうですね、明日の路面がどんな風になるかわからないので、うん、1本目勝負になる可能性も高いですし、うん、もしかしたら2本目勝負になるかもしれないし、わからないので、うん、どっちもベストタイムで上がれるように気合い入れていきます。はいはい、じゃあそのちょっと魂の走りを、はい、はい、ぜひご覧いただければなと思います。はい、見てるとうおーっとこっちも前のめりになりますからね、はい、八田川さんの走りって、いや本当にね、自分がなんか満足するというか、自分が感動できるような走らせ方をしたいっていうか、じゃないとギャラリーもそうですけど見てる選手も感動してもらえないと思うんですよ、うん、やっぱり違う走りが自分の中で狙ったラインをこう走るんだ、人と違うけど俺はこのラインで行くんだっていうのを、うん、それが速いんだ、俺の走りに合ってるんだっていうところで走ることによって、みんながその見てる人が感動してくれるし、自分も感動する、うん、二度とこんな走りできないぞっていう走りをしたいっていうのが僕の、うん、考えがあるんで、一本一本が一本の重さが違いますね、他のモータースポーツとはね。ですねと思いますね、ダートトライアルってね。しかし公開練習の走行時にミッションが入らなくなるトラブルが発生、シフトがシーケンシャルから初めて触る H パターンに変わった。住山雄也、1999年に全日本ダートラ C2 クラスでチャンピオンを獲得。
その後は FIA アジアパシフィックラリー選手権に活躍の場を移し、2018年にはチャンピオンを獲得して全日本ダートラに戻ってきた。ほぼ2連勝しないと多分チャンピオンの目がないはずなので、まあ、常にいつもね、3位狙いとか2狙いじゃなくて優勝目指しは走ってるので、うん、まあ、今回も含めて、今城、あと次戦の最終戦、はい、高田、うん、まずはここ今城勝って、うん、チャンピオン争いに残りたいなと、はい、ここで決めてもらうんじゃなくて、最終戦まで持ち込んで、うん、僕自身も楽しみたいですし、皆さん楽しんでもらえるように頑張りたいなと思います、ね、はいはい。しかし20年にわたるラリー活動で勝負感はすっかりラリーストン。ダートラに必要な一発の速さを思うように引き出せず、今季は2勝しかできていない。まあ、タクマさんともよく話してるんですけど、はい、ラリーやってるとやっぱりラリーは 100% 以上超えちゃダメなんですよ、うん、やっぱコースアウトするから、うん、でもダートラってやっぱ 100% をちょっと超えるぐらいでもゴールできる、うん、だからラリードライバーでラリー経験してるとやっぱり 100% 以下のところで走ろうと、要は何かこう車に動きがあっても、うん、ダートトライルのドライバーとかそのバシャっていくんだけど、ラリードライバーはあこれずれると思ったらそこで修正するんですね。あなるほど、うん、そうするとそれがいい時もあれば、うん、タイムが出ない要因になる、うん、だから確率で言えば多分タクマさんだとか僕とか勝彦さんとかの方がラインにいる確率が高いと思うんですけど、それを本来はダートトラだったらそのままスパッといった方が早いのにコントロールしてるんで、そこはロスになってるところが多い、マイナス、はいはいはい、いや減点されてるところがうちらはあるんだけども、うん、逆にそれが大きなミスにはつながらないので、だから安定したタイムが出せたりとか、車なり路面なりタイヤなりのタイムを出すことはうちらは得意なんじゃないかな。宮入り智秀、住山優也と同年代で全日本ダートラ一つしてやってきたダートトライアラー。昔ながらの豪快なダートラ走りでダートレアの意地を見せたいと意気まく。1本目と2本目、明日どっちが勝負になるか。1本目、うん、その心は2本目は絶対タイムダウンするっていうような感じなんですね、毎年。あでももう1本目勝負、うん、そのために今日の公式練習ちょっとなんか失敗してましたよね、途中で。そうですねそれ一応ちょっと攻める感じでやってみて失敗してみた、うんうん、ちょっと今までと違う風にレイアウトしたけど、うん、あんまりよくうまくいかなかったですね。なるほど、うん、ってことはそれが1本目に明日生きると。そうですね、うん、でも明日はチャレンジしずにその今まで通りに走っていこう。わかりました。じゃあ明日のまずは1本目、そこでのちょっと順位を、ね、楽しみにしてます。はい、はい、お願いします大一番に臨む今城ではひょうひょうとした表情を見せたが、目の奥には緊張の色がうかがえた。決勝日は真夏日、砂ぼこりの舞い上がり防止のため主催者が各部門走行前に散水を行った。チャンピオン候補3人の明暗を占う第一ヒート、予想外の結果になった。住山優也はダブルエントリーで参戦している父住山義明が走行中にドライブシャフトを破損、走行ができなくなった。うわーまずいね、ダブルエントリーの怖さがここで出ますよ。これあーダメだ、優也君諦めたね、変わんなかったね、車戻しましたわうわーこれは一気に変わるね、シリーズの流れが。リアが落ち着かないね。第1シートの結果はトップ川崎克美、
2番手に宮入、3番手に矢田川となった。誰も優勝争いをしていないというか、トップになってないっていう、ちょっと意外な結果に第一ヒート終わってるんで、ちょっとこの後第一ヒートの出来栄えをちょっと皆さんに聞いてみたいと思います。ドライブシャウトだって。ドラシャ、右前のドラシャが折れたみたいで、うん、だからとりあえず大丈夫かな、トランスファーかなって思ったんだけど、トランスファーとかだと厄介だけど、厄介だ、うん、だから今から技術って話して、 あ、そうですか、僕歩いてきます。あ、了解。1本目走った中で、うん、ちょっと自分で走りづらい部分があったん で、 あ、 であと、ショックの仕様をちょっと変えましてですね、うんうん、それでちょっと挑んでみたいなと思っています。走りとしてもちょっと一回水越し仕掛けたんで、後半で、うん、そこをカバーできれば、うん、1本目は勝てたけど、運命の第2ヒート、住山優也にとっては一本勝負。さあ、宮入くんがどうかな。おー、踏んでるよ、結構いいよ。うん、悪くないですね。あー、ちょっと流れたかな。宮入は各コーナーでの遅れが蓄積し、わずかなタイムアップに終わる。おー、ちょっとでもなんか息ついた感じだね、上りでね。あー、ちょっと流れるのが多いかな。わー、でもタイトターンうまい。最終ゼッケンの矢田川はトップタイムを更新できず、住山優也が今城大会を1本で制した。1本で決めた、優也くん。1本で住山優也くん決めた。これシリーズわかんないわ。いやー、おめでとう。すごい、1本しかなかったよ、ね、1本しかなかったのに。いやー、なかったので、もう本当に久々に集中して、まあ、昨日言ったみたいにね、シリーズチャンピオンがかかってるので、ここ落とすの本当にないので、まあ、この1本本当に集中して、1本目、まあね、車トラブルで走れなかったんですけど、まあいい感じで走りました。これでダメならまあしゃあないなって走りだったので、いい走りできました。ありがとうございました。いやー、コースサイドで見てたけど、はい、たった1本しかなくて、その前がどうだったかって分かんないのに、ね、見事な精度がすごかった。精度が、そうですね、狙ったようには一応ちょっとミスしたところもあるんですけど、まあ細かいミスなので、なんとかね、最後結果つなげれてよかったと思います。今日もね、店休みでみんな来てくれて、まあ1本目たまたまね壊れちゃったので、はい、それもみんな休みなのに手伝ってくれて、あ、で僕はその代わりコーチャーと見れたので、まあその辺が良かったかなと、本当に、まあ、結果で恩返しできて良かったかなと思います。ありがとうございました。これで最終戦のね、高田までなんとか首の皮一枚つながったので、はい、まあ、最後も本当頑張っていきますんで、はい、はい、お疲れ様でした。はい、疲れました。どうでした、1本目と2本目だいぶやっぱり路面の状況も違って。そうですね、やっぱりちょっとパウダーを乗ってスリッピーはなってましたけど、はい、まあそれでも、はあ、やっぱ勝てないとやっぱ疲れますよね。そりゃそうですよ、ねね、せっかくねメカニックがやってくれたのに結果が出せなくてすごい残念だし、申し訳ないなってみんなに思ってます。一生懸命頑張って鳥取に行きたいっていうか、悔いの ないシーズンにしたいですよ。本当に肩落ちてるから今。本当に分かってる。そりゃ落ちりま落ちますよ、ね。いや、なんかこんなやなさん見たこと、ちょっと僕はちょっとあれだな。一応人の子ですから。いや、はい。まあ本当に次回を、うん、はい、楽しみにします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。チャンピオンはすごいんだけど、2位以下にも
負けた人にもこれだけすごいドラマが数々あるよっていうのは、やっぱりこういったニュースダイジェストみたいな、やっぱりニュースでできるだけたくさん取り上げるっていうことが、やっぱり頑張ってる人のためにもなると思うし、やっぱりもっともっとこのスポーツをいっぱい広げたいよね。ジムカーナも含めてやっぱり B ライの競技で、しかもこうやって全日本でやってる人たちのかけてる意気込みとかも含めると、もっともっとやっぱりこのスポーツがいろんなメディアで取り上げられなきゃいけないんじゃないかなって思いますよね。分かりやすいけど残酷だっていうのは今回よく勉強になりました。はい、以上全日本のラポートでした。さあ、ということでダートトライアルの第9戦、今城 D クラス最上級のクラスチャンピオンを争う3人にですね、スポットを当てまして、今回お送りしてまいりました。まあ本当にあのダートトライアル、1日に2本しか走れない、その2本でですね決めなきゃいけない、そこに全力をぶつけて、そして結果を出さなきゃいけない、まあ、このプレッシャーたるやね、本当にすごいプレッシャーだと思いました。もうコースサイドで見ていてもですね、本当に一本一本が何かもう胸がキュッと締め付けられるぐらいね、プレッシャーを僕も感じてしまうぐらいね、本当に各選手のその走りというのは何かこうね、神がかってた感じがするんですけれども、まあ、それにしても絶対王者だったそのですね、八田川選手なんですけれども、ここまでポイントリーダーでやってきましたが、まあ、あの今回前日の公開練習でマシンがトラブルを起こしてしまって、手負いの状態でまあ決勝へ挑まなきゃいけなかった、そういったところは本当に厳しかったと思います。まあ、残念ながら今回ですね、このまあ大会をもってチャンピオンの権利を失ってしまった宮入選手、まあ、若さゆえというところもあると思うんですけど、ものすごいプレッシャーを感じてたと思います。まあ、でもね、若い彼ですから、今後最強のですねドライバーたちが集います D クラスのきっとね主役になっていくような存在になるんじゃないかなと思いますので、私絶対ね、彼をこれからまた注目を続けていこうかなと思いました。さあ、ということでダートトライアルの特集でしたけれども、まだまだ興奮冷めやらない私ですが、ここからは競技ダイジェストをお届けしてまいりましょう。全日本スーパーフォーミュラー選手権が岡山国際サーキットで開催されました。今大会では先頭車両が10周を超えてからでなければタイヤ交換義務を消化したことにはならないという趣旨の特別規則が施行されました。従来のようにミディアムでスタートして早い周回でソフトに交換し、フィニッシュまで燃費走行をするという作戦が使えなくなります。各チームともタイヤ選択やピットインのタイミングなど、より戦略の幅が広がると思われます。それだけにスタート時の各車両のタイヤ選択には注目が集まりました。上位陣ではポールポジションの平川亮がソフト、2番手スタートの山下健太はミディアム、3番手スタートの国本雄二はソフト、4番手スタートの中島和樹がミディアム、5番手スタートの福住二玲はソフト。決勝がスタート。平川は好調な出足、山下が続きます。少し出遅れた国本を福住がパスして3番手へ。ソフトの福住はミディアムの山下を猛追、リボルバーで山下をかわして2番手浮上。後続のソフトタイヤスタート組も上位に上がってきました。1周目終了で小林カムイがピットイン、ミディアムからソフトへタイヤ交換しますが、タイヤ交換義務を消化したわけではありません。8周目、ここまで順調に2番手を走行中の福住がアトウッドでコースアウト、グラベルでストップ。これによりセーフティーカーが導入され、トップ平川が築いたマージンが帳消しになってしまいました。そしてセーフティーカーラン中、タイヤ交換義務が認められる10周目になるとピットインする車両が相次ぎます。最初にピットアウトしたのはミディアムに交換した山本直樹、山下、中島、牧野忠介が続きます。しかし牧野はコースへ復帰したものの、左フロントタイヤにトラブル。牧野はピット作業の後、ピットレーンで関口と接触してフロントタイヤを痛めたようです。この後牧野は再びピットに戻ることになります。セーフティーカーラン中の11周終了で山本、塚越光大、中山雄一、大島和也が再びピットイン。ミディアムで1周したところでソフトに交換し、実質ミディアムを使用しないで最後までソフトで走り切るという変則2ストップ作戦です。
12周終了でレースはリスタート。まだタイヤ交換義務を消化していない平川、石浦博明、ニック・キャシティなど7番手までの上位陣は8番手の山下以降とのマージンを稼いでおかなければなりません。33周目、2番手の石浦がスモークを上げてスローダウン、右フロントタイヤのトラブルです。44周目の山下、この時点で7番手ですがタイヤ交換義務消化組のトップであり、非常に安定したラップを刻んで周回しています。51周終了で小林がピットイン。小林はソフトからソフトへ交換するという、これも変則的な2ピット作戦を取りました。現時点でドライバーズランキングのトップキャシディ、一つでもポジションを上げておきたいキャシディは57周目のヘアピンでインに切り込んでついに平川を攻略、トップに浮上します。59周が終了して2番手の平川がピットイン。ピット作業に少し手間取ります。平川は山本の前でコースに復帰しますが、山本は難なく平川をパス。さらに大島にもかわされて平川は13番手まで後退。60周終了でキャシディがピットイン。平川はコースアウト。コースに復帰しますが順位を下げてしまいます。キャシディは6番手、パローの後ろでコース復帰。63周目、キャシディの後ろには小林が迫り激しいバトル。両者オーバーテイクシステムを使います。そしてリボルバーで接触、キャシディは痛恨のスピン。この間にキャシディはタイトルを争う山本にもかわされ順位を下げてしまいます。64周目、レースの残り時間が3分を切り、66周でレースが終了することになります。そして見かけ上トップのルーカス・アウアーがピットに入ります。山下健太は66周でチェッカーを受け嬉しい初優勝。2番手は中島和樹、3番手はハリソン・ニューウェイ、初表彰台となりました。最終ラップまでパローと激しい4番手争いをしていた小林はリボルバーで接触、小林はコースアウトしてグラベルでストップ、チェッカーを受けられませんでした。今シーズンのスーパーフォーミュラは6戦で6人目のウィナー誕生です。今年シーズン前にテストすごい早かったんですけど、もうシーズン入ってから Q1 全然取れなくて、それをどうにかしようと本当にチームのみんな頑張ってくれて、本当に今回それがすごくうまくはまって、でまさか勝てるとは思わなかったんですけど、すごいなんていうんですかね、チームのおかげっていう感じでした。はい、山本は貴重な2ポイントを獲得して再びドライバーズランキングのトップへ。2番手のキャシディとは1ポイント差、パローが3番手、山下も4番手に急浮上。ここに来て山下もタイトル争いに加わることになりました。全日本フォーミュラ3選手権第19戦第20戦が岡山国際サーキットで開催されました。今回の岡山大会で全日本フォーミュラ3選手権としては41年の幕を下ろします。第18戦でサッシャ・フェネストラズのタイトルが確定。第19戦は予選好調の宮田理智がポールポジションを獲得。2番手スタートはフェネストラズ、3番手スタートは小高和人の代役としてスポット参戦した坂口瀬那。第19戦決勝がスタート。宮田が好スタート、イン側に入ってフェネストラズを牽制、宮田がホールショット、フェネストラズ坂口と続きます。2番手フェネストラズはチャンスを伺います。スタートでエナム・アーメドがエンジンストール、大きく出遅れます。6周目、最後尾スタートのミレッシが7番手まで順位を上げてきます。トップの宮田は快調なペースでラップを刻み、2番手フェネストラズとのギャップを広げていきます。15周目、8番手争いは河野俊介とアメヤ・ベイディアナさん。最終的に宮田はフェネストラズに7秒以上の差をつけて独走で7勝目、宮田理智はファステストラップも獲得してフルマークでの優勝です。坂口瀬那が3位を獲得しています。
正直この岡山は、まあ、僕個人としてはちょっと相性の悪いというか苦手な、コースレイアウトだったので、まあ、抑え込むことができたことと、まあ、ファーストセットも取れたっていうのにすごく、まあ、いい結果として残せてよかったなと思います。今日のレースしっかり振り返って、明日さらにいいレースしていきたいと思ってますし、まあ、F3 も最後ということなので、まあ、しっかりそういう意味では最後の優勝のドライバーとしてなれるように、まあ、僕自身も来年に向けてしっかりつなげなきゃいけないんで、そういう意味でも最後全力尽くして頑張りたいと思います。第20戦は全日本フォーミュラー3選手権最後のレースとなります。ポールポジションは宮田、2番手スタートはフェネストラズ、3番手スタートは坂口。第20戦決勝がスタート。宮田は第19戦と同じく好スタート、フェネストラズも好スタート。3番手は坂口、4番手片山義明、5番手に大湯俊樹。スタートの車載映像です。フェネストラズも好スタートでインから攻めますが、宮田がアウトから牽制。大津弘樹がアーメドをかわして6番手に浮上。序盤から宮田はファッセストラップを更新してフェネストラズとのギャップを広げていきます。2番手フェネストラズと3番手坂口との間も徐々に広がります。13周目、4番手争いは片山と大湯。大湯は攻略のチャンスを伺いますが、片山も逃げます。終始トップをリードし、5秒以上の差をつけて宮田理智が優勝。フルマークで8勝目を挙げました。2位はフェネストラズ、3位は坂口。全日本 F3 選手権最後のタイトルはサッシャ・フェネストラズが獲得。全日本 F3 選手権のラストレースでの優勝は宮田理智。この1勝は、僕だけの力ではなくて、本当にチームの皆さん、スポンサーの皆さんの力なので、本当に、まあ、チャンピオン取れなかったのは本当に僕の力不足で申し訳ないんですけど、最後の、優勝者として本当に嬉しいです。ありがとうございます。来シーズンからは全日本スーパーフォーミュラライツ選手権としてまた熱い戦いが繰り広げられ、新たなドラマが生まれることになります。今回の岡山国際サーキットではスーパーフォーミュラライツ選手権で使用されるダラーラ F320 のデモンストレーションが行われました。来シーズンから生まれ変わる全日本スーパーフォーミュラライツ選手権に注目です。スーパー GT 第8戦スポーツランド菅生で開催されましたが、スタート前に雨が降り始め、セーフティーカー先導でのスタートとなりました。4周目にシグナルがグリーン。ポールポジションの京浜 NSX はスリック、京浜 NSX はレイブリック NSX GT、 キーパートムス LC500、英雄トムス LC500 に次々に抜かれ4番手まで後退。 GT300 もスタート。ポールポジションのスバル BRZ R&D スポーツはスリック、 ARTA NSX GT3 はウェットタイヤ。スバル BRZ を難なくかわしてトップ浮上。5周目、リアライズ GTR がスピン。9周目にはゼント LC500 がスピン。スリックスタート組は序盤から雨に苦しめられます。GT300、 2番手争いはリアライズ日産自動車大学校 GTR とグッドスマイル初音ミク AMG。 S 字手前で初音ミク AMG がリアライズ GTR をかわして2番手。18周目の5番手争いはモデューロエプソン NSX GT とワコーズ 4CR LC500。 ワコーズ LC500 がアウトからかぶせますが、モデューロ NSX がスピン。幸い接触はないようです。トップはレイブリック NSX。 序盤は快調に走り、2番手以降を引き離していきます。27周終了で2番手のキーパー LC500 がピットイン。タイヤ交換なしでウェットのままコースへ。この辺りから各社がルーティーンのピットワークのためピットに入ります。
38周目実質のトップ争いはレイブリック NSX とキーパー LC500。 キーパー LC500 平川亮がレイブリック NSX 山本直樹に並ぶと一挙にオーバーテイク。この直後11番手のカルソニックインパル GTR がコースアウト。これによりセーフティーカーが導入されます。44周目にレースはリスタート。46周目3番手のクラフトスポーツモチュール GTR がレイブリック NSX を猛チャージ。サイドバイサイドから1コーナーアウトからオーバーテイク。2番手負傷。3番手争いはレイブリック NSX モチュールオーテック GTR にモデュール NSX が加わって熾烈な戦い。ストレート勝負。モチュール GTR が抜け出して3番手。モジュール NSX もレイブリック NSX をかわして4番手。52周目、勢いに乗るモジュール NSX 牧野忠介はモチュール GTR 松田継ぎをパスして3番手浮上。トップ争いはキーパー LC500 とクラフトスポーツ GTR。 1コーナー、クラフトスポーツ GTR はアウトからキーパー LC500 をかわしてトップ浮上。ここに来てペースが上がらない2番手キーパー LC500。 ストレートでサイドバイサイド。1コーナーアウトからモジュール NSX がキーパー LC500 をパス。モジュール NSX が2番手。キーパー LC500 は57周目にモチュール GTR にもかわされ4番手まで後退。 GT300 の3番手争いはレオンピラミッド AMG と K-TUNES RCF GT3。K-TUNES RCF GT3 はストレートに入ると一気にレオンピラミッド AMG をかわして3番手。残り7周、6番手はデンソーコベルコサード LC500、 7番手はこの時点でドライバーズランキングトップのワコーズ LC500。 ワコーズ LC500 はデンソー LC500 の前に出て6番手。最終的には2位と19秒以上の差をつけてクラフトスポーツモチュール GTR が初優勝。チームとしても初優勝であり GTR も今季初勝利。2位はモジュールエプソン NSX GT、 今季初表彰台。 GT300 は ARTA NSX GT3 が今季初優勝。今季デビューの福住二玲にとっても初優勝、 NSX GT3 にとっても GT300 初優勝となりました。GT300 のタイトル争いは ARTA NSX GT3 がトップへ浮上しました。後半戦に入り激しい王者争いが展開されている全日本ラリー選手権第8戦は帯広に舞台を移して開催されました。18回目を迎えたラリー北海道、ポイント係数 1.5 のかかる大一番。ここでも JN1 の新井博樹に注目が集まります。今回から参戦車両を VAB 型 WRX-STI にスイッチした新井博樹。セレモニアルスタート後に行われた札内スーパー SS で新井博樹、小坂則孝組は2番手の鎌田拓磨、鈴木豊組に0秒5の差をつけベストタイムをマークします。翌日からラリーが本格的にスタート。陸別サーキットで行われた SS2 では鎌田、鈴木組がベストを叩き出し首位に立ちます。しかし新井博樹、小坂組は SS3 ヤムワッカ、SS4 クンネイワで連続ベストをマークしトップを奪い返します。そして2番手には新井俊博、田中直弥組が浮上してきます。再び陸別に戻ってきた SS5 では鎌田が2度目のベスト。続く SS6 ヤムワッカ、 SS7 クンネイワを新井博樹、小坂組が連続で奪いリードを広げます。この日最終の SS8 を走り終えてトップは新井博樹、小坂組。15秒4の差で2番手に新井俊博、田中組、さらに10秒3の差で3番手に鎌田、鈴木組というオーダーでレグ1が終了。明けてレグ2、3番手につけていた鎌田が怒涛の追い上げを見せます。
SS9、SS10 で連続ベストを叩き出し、 SS11 でもセカンドベストをマーク。鎌田は新井博樹に 6.1 秒差まで迫ります。ここで新井博樹が踏ん張ります。 SS12 でベストを奪うと、1ループ目に遅れを取った SS13 音更リバースもセカンドベスト。鎌田との差を広げます。新井博樹は追いすがる鎌田に8秒9差をつけて、今シーズン3勝目を挙げました。素直に本当に嬉しいです。メカニックたちと本当にこの2週間かけて一生懸命車を組み立ててきたので、ゼロからで、まあ、徹夜とかも続きだったので、本当に一緒に組み上げてきたメンバーとして、これはすごい嬉しいかなと思います。初日のクンネイワの1本目ですね、飛びすぎて多分背中を結構今痛めてて、呼吸ができなくなったので、初めてなんですよ、呼吸ができなくなったのは。で、今朝は肩もすごい痛んで、今痛み止めでなんとか大丈夫なんですけど、ちょっと一回病院行かないといけないので、まあ、クンネイワのジャンプが一番辛かったです。あ、呼吸できなかった。ダイレクトに受けたか。14分51。俺は踏ん張ってたから俺は大丈夫、大丈夫か。一戦一戦、まあ、大事に戦っていくっていうのが自分のスタイルなので、まあ、途中から参戦してるというのもありますし、まあ、大事に戦っていきたいかなと思います。 JN2 クラスでは上原潤、漆戸歩美組がレグ1でマシントラブルのためリタイア。新海智之が今シーズン6勝目を飾りました。 JN3 クラスではドライバー部門でチャンピオン争いをしている山口誠二の不参加により、山本裕太がチャンピオン確定。すでにチャンピオンを確定した子ドライバーの山本真美とともに、優勝で花を添えたい山本組でしたが、レグ2に入るとマシントラブルで失速。曽根貴人、木村雄介組が今シーズン初優勝を飾りました。 JN4 クラスでは古川博史、大久保聡組が今シーズン初優勝を獲得。シリーズランキングも3番手に浮上しました。 JN5 クラスは天野智之、塩田隆組がレグ1でタイヤバーストに見舞われて優勝争いから離脱。石川翔平、竹藪秀樹組がトップに立ちます。レグ1でのマージンを守りきった石川竹藪組が今季初優勝を飾りました。ペースノート結構うまく作れたので、まあ、攻めるところは攻めて、まあ、抑えるところは抑えてというのは結構メリハリ効いた走りができたのかなとは。デイバンのクンネイはですね、まあ、すごいハイスピードなコースで、そこで結構いいタイムが出せたので、難しいコースなんですけれども、まあ、しっかり安全マージンを取りつつもタイムが出せたっていうのが一番印象的でした。 JN6 クラスでは大倉聡、豊田浩二組が強さを見せつけます。 14SS 中なんと12本でベストをマーク。今シーズン負けなしの8連勝を達成しました。さて、いよいよ番組もそろそろお別れの時間が近づいてきたわけなんですが、今回私ね、この福井県にありますオートパーク今城というダートトライアルコースにやってきての、まあ、収録だったわけなんですけれども、まあ、本当にね、改めてスピード競技、このですね、楽しさとか、それから面白さとか、そして、まあ、その負けた時のあの悔しい表情を見てると残酷さだとか、さまざまななんかこう思いをね、今回マイクを通じて、カメラを通じて皆さんにですね、お届けできたんじゃないかなと思いますし、私自身もやっぱりね、モータースポーツこの競技の面白さ、深みにはまりそうな、そんな感じのね、いろいろと何かこう、感動を覚えた一日だったと思います。そういった意味では皆さんも体験してほしいなと思いますし、私自身もダートトライアルちょっとねチャレンジしたい気持ちになりましたね。ということで、ここからですね、10月の後半のスケジュールちょっと皆さんにお届けしましょう。競技会スケジュールです。2019年 JAF 全日本スーパーフォーミュラ選手権第18回 JAF 鈴鹿グランプリが10月の25、27日鈴鹿サーキット三重県で開催されます。そして2019年 JAF カップオールジャパンダートトライアル JMRC 全国オールスターダートトライアル in 北海道と題しまして、 JAF カップが10月の26、27日の2日間、オートスポーツランド砂川で開催されます。そして最後に2019年 JAF 全日本ラリー選手権第10戦の最終戦が10月の31日から11月の3日までの期間、MSCC ラリー in 福島2019と題しまして、福島県を舞台に400キロの距離でですね、争われる、そんなラリーでございます。さあ、ということで、今回ですね、まあ、本当に土まみれ砂まみれになりました私なんですけれども、またですね、次回、どこかの現場にですね、また出かけていろいろと番組の取材もしたいなと思いますけれども、何はともあれですね、本当に今回取材をいただきました、ご協力いただきました選手の皆さん、関係者の皆さん、ありがとうございました。そしてまたまた皆さん、ぜひ私が取材をしたいな、
思う、そんな走りをですね、今後も各選手期待してますから頑張って続けてくださいね。ということで今回の放送はここまでとさせていただきます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。